佐藤です。農、え、家、ー、との本編集でお送りしてます。1分間予約。今日も、ジョネスカサチャンネルのニュースのトロガーから、ロシアと北朝鮮、えー、関東だ。北朝鮮軍が初の戦火。 えー、これ、ロシア兵を二人撃、えー、ち取る言葉の壁が原因、えー。この大混乱のロシア人部隊はたまらず、このウクライナ側に、ね、降伏ということで、これ、ニューヨークタイムズですかね。結構ニ,ニューヨークかな。ニューヨークタイムズは結構ガセネタとかいろこの、わかりませんけど、なんか、えー、私のし知らない、 えー、どっちかか買収したんですかね CNN が買収したら私も分からないけど、えー、昔のイメージとは違いますね、えー、ニューヨーク・タイムズといったらもうきちんとしたあ客観的なあニュースかと思ったらもうい,いろいろとんでもないですねこのイギリスでどうかなこの一般大衆州のスポーツ誌みたいなそういう,う低レベルの低レベルとは失礼ですけど、えー、そういう,うブ数を稼ぐそういう、えー かなって私も分かりませんけどいろいろガスネタとかいろいろがあるということでこの半ば半分と言って言ってましたけどなかなかこのでもきちんとこのウクライナウクライナでも最近ボグさんでないですけど北朝鮮兵この舞台とか小舞台この北朝鮮この舞台じゃなくてこのいろいろこの 招待に30名ぐらい入れて入れて30名のこのあれですねロシアの軍隊の中に入れ,入れてこの様子を見るということでこの完全に1,000名2,000名5,000名の,この北,北朝鮮この部隊が動くというわけじゃなくて。 中隊小隊中隊の中にこの北朝鮮兵を入れる20名か30名入れるということで様子を見てるということで完全なこの1,000人2,000人5,000人完全なこの北朝鮮部隊連隊中じゃなくて今のところそういう見通しですけどそういう言葉の壁ですねまあ部隊に30人に一人しか通訳 立ててないということでいろいろとこのまあネット上にはいろいろこのフェイクが多いですね偽情報が多いですね包帯をした北朝鮮をしゃべるいろいろどこのどこの偽旗か分かりませんけどこの僕ださんに言わせればこの世界大戦様相をかます。 もうトランプが再選しましたのでトランプとボクタンさんの厳しく突っ込みでロシアのスパイトランプということでプラントランプはこの自分の,この会社の厳しい時にプーチンに助けてもらったということで完全に前回この勝利計画していってもこれですねゼネシキ大統領を世界一のセールスマンと揶揄していますね。 この休み停戦、一番ロシアが苦しいですね、えー、一休みして完全に復帰して、えー、っていうことで、えー、もう。 残念ですね。今からでもこの私個人的には、えー、バイデンはなんでこの私立もですけど、このロシアを徹底的に叩かなかったということで、長距離ですね、長距離兵器の制限を解除しなかったということが疑問に残りますけど、えー、結局、えー、このバイデンのがレッドラインとか言われてますけど、核ビビってるという言われてますけど、えー、なかなか今回もうハリスじゃなくて、 トランプですねどうなるか引き引き、えー、ウォッチングしていきたいと思いますけどいろいろ情勢、えー、が出てきますねはい、えーえー、このジョネツクサス人のニュースの虎側からだいぶ脱線してますけど、えー、ロシア ロシアエンド北朝鮮カウントダウン北朝鮮軍が初の戦火ロシア兵を二人撃ち取る言葉の影が原因か大混乱ロシア人部隊はたまらずウクライナに降伏低い、えー、情熱草チャンネルのニュースのトロガをウォッチングしていきたいと思いますマサトですマサトの YouTube チャンネル登録またコメントいいねプラン等よろしくお願いします、えー、また聖書を学びたいというお友達を募集していますのでよろしくお願いします次回の1分間にお会いいたしましょうマサトでしたシシシャャャロムシャロム,シャロム